謝罪の仕方次第で人間関係が良くなる方法をお伝えします。これができるようになるだけで人間関係が前よりももっと良くなりますよ。人生のターニングポイントにもなります。謝り方次第でわだかまりが残ってしまうことも多いかと思います。そして人間関係が崩れるか、もっと仲良くなれるか、全然違う結果になりますよね。この動画をきちんと学んでいただいて実践していただくことで、ピンチをチャンスにできるようになるので、しっかり自分のものにしていきましょう。逆引きシリーズがね、好評なので、結果からどうしたらいいか考えてまいりましょう。人の悩みナンバーワンは人間関係なのですが、何か失敗した時や謝罪すべきシーンの時、その時にどうするかがとても重要です。これを間違えて人間関係が崩れたという人が圧倒的に多いのです。そうなのです。会社やいろんなね、社会にとって失敗というのは誰でもあるし、実はそんなには重要なことではないのです。むしろ失敗した後どうするか、これで人としての進化が問われることになります。失敗はね、誰にでもありますよね。失敗してない人はいないはずです。失敗から逃げることは最悪の結果になります。会社であればクビということになるでしょうし、社会においては阻害されるということになるでしょう。失敗した後どうするかで人としての価値がわかりますよね。会社のフロアであなたがいたとして、誰かが失敗したということを耳にしたらどうでしょう。耳だんぼになりますよね。ある意味、失敗した時には注目を浴びている。だからこそ失敗した時は最大のチャンスにもなるということになるし、逆は人間関係を悪くしてしまうというターニングポイントにもなります。この動画をきちんと学んで実践していただくと、チャンスにもできるようになるので、人生が変わるターニングポイントにもなりますよ。これだけはやめた方がいい謝り方としてまとめてみました。もっと最悪な結果になってしまい、絶対言わない方が良かった謝り方はこれです。自分が何かされて言われたらどう思うかという観点で聞いてみてくださいね。責任転嫁型。前任の A さんがやったことでして、とかね。A さんがそうした方がいいと言ったので、こうしました。これは明らかに自分は悪くない。自分の責任を全く認めず、反省していないように見えてしまいますよね。そして人間性を疑われてしまう言葉でもあります。反論、口答え型。お言葉ですが、この件については、私一人が悪いということですか？これも先ほどの責任転嫁と同じように自分は悪くないということを全面的に押し出していっていますね。逆にこの先が悪くなってしまう言葉ですよね。言わない方が良かったですね。そして逆切れ型。ではどのようにすればご納得いただけるのですか？謝る必要があるなら謝りますけど。これを言われたらどうでしょう。喧嘩になってしまいますよね。もう後戻りができなくなってしまう言葉ですよね。もう一つ、開き直り型。謝ればいいんでしょ。すみませんでしたね。じゃあどうすればよかったんですか？これも最悪の結果になりますよね。もう人間関係を崩してしまう言葉です。今聞かれてね、どう思われましたか？怖かったかな？そんなこと言う人いるの？と思いませんでしたか？いやいや、実はね、本当にこれ多いんですよ。特に責任転嫁型はとてもとても多いです。その場を逃げたいがばかりに誰かのせいにしてしまう。ほんの少しの接点を取り上げて言う。この真実が分かった時に人としての進化が問われてしまうことになります。本当に自分が悪かった時は謝罪だけすればいいのに、余計な言い訳をする方がいます。これはもう許そうと思っていたとしても、その余計な言い訳があるばかりに逆に許されず、ことが大きくなってしまうことが多いように思います。以前にあった本当のお話です。うちの駐車場に無断駐車をされて大騒ぎになったことがあります。
その日はね、お客様をうちが招いて、そして私の車も、家族の車も朝からどかして駐車場を確保しておりました。お客様にね、止めてほしいから。そしてお客様が来られる時間になって、あぜんです。止めるとこがない。なんと2台駐車できる、枠のど真ん中、線の上に止まっている。ちょっとひどすぎませんか。結局はね、お客様に遠い有料駐車場に止める羽目になってしまいました。お客様が、帰ってもまだ車は止まったままです。もう腹立ちますよ。しばらくしたら戻ってきました。うちが困ったことをしっかりお伝えしましたら、謝ってくれたんです。そしたらもういいかなって思っていたんですよ。でもその後に言い訳で腹が立ったことがありました。その言い訳というのは、謝罪された後に、ダフ県から来たのでわからなくってえへへと言われたんです。ちょっと待って、えへへじゃないよ。その言葉いりますか。人に迷惑をかけておいて、他府県から来たらどこに止めてもいいんですか。うちのお客様も他府県から来ていて、わざわざ他の駐車場に止めに行ったんですよ。どういうことですかと、またね、怒りがこみ上げてきました。たかが駐車場かもしれないけども、こちらは用意してたんですよ。この余計な言い訳は誰のためと考えてみてください。これは自分自身を守るため、擁護するためのものですね。ある意味仕方ないでしょう、私は悪くないわという意味にもなります。この言い訳は必要な時は必要になりますけれども、全くね、自分が非があるという場合、この余計な一言を言うことによって、せっかくした謝罪が台無しになってしまうし、人間関係も崩れることになります。本当に自分が悪い時は、反省の態度とただ謝るだけの方が好感が持たれますし、許されやすいのです。どうもすみません、申し訳ございませんでしたと口で言うのも簡単なことですよね。単に言葉で言われて許すことってできますか。簡単な一言で済まされると、仕方ないとはいえ腹も立ちますよね。この言葉だけだと本当に反省しているのか、何が問題だったのかわからないですね。何に申し訳ないと思っているのか、はっきりさせることが大事なポイントと言えます。そしてね、言い方も大事ですよね。こんな言い方されたらどう思うでしょうか。すみませんでした、はいはい、申し訳ございませんでした。発生次第でイメージダウンになりますよね。抑揚や感情をつけずに淡々と謝ると逆効果にもなります。相手の感情はというと、口先だけにしか見えません。そしていやいや謝っているのが相手に伝わってしまいます。言われて気分が悪いと思われてしまいます。もう余計に腹が立つという結果になりますね。そして怒られたからといって、他にすり替えたり他のことを持ち出しているのは絶対にいけません。それをすると問題がさらに大きく発展します。論点がね、まずずれますね。怒られたからといって他のことを持ち出してはいけません。自分だけが我慢しているのではないかもしれませんよ。もしかしたら相手はもっと我慢しているかもしれません。他のことを持ち出すことによって怒りが倍増してしまいます。倍増ですよ。怖いですよ。反省しているとは見えませんね。そうすると違う怒りが出てきます。他の怒りが出てくるんですよ。さらに悪いことに終わらなくなります。もっと問題が出てくるからです。そしてさらに人としての評価がだだ下がりになります。たとえその問題が終わったとしても、他のことが終わらなくなってしまいますし、心の奥底に残ってしまいます。わだかまりが残るということね。だから他のことを持ち出すことは最悪のことになるということを覚えておいてください。ではここからね、最高の謝罪の仕方をね、お伝えします。ゆっくり言いますね。原因と結果、反省をしっかり伝えますよ。感情を込めて言ってくださいね。私の何々が原因で何々のような結果を招いてしまいました。本当に申し訳なかったです。これからは
何々をしていきますという言葉につなげると相手にはまっすぐ届きますよ。すまない、悪かったという気持ちを先に前面に出すことです。しっかり反省があるからこそ原因を言えることになりますね。原因と反省をしっかり伝えるということをしてみましょう。具体的な部分をねカットしてごめんなさいだけだと、謝って済むんなら警察いらないよといったね怒りをね呼んでしまいます。そしてワンランク上の謝罪方法、必ずね許される謝罪は最後に感謝を伝えてみましょう。感謝です。謝罪の謝はね感謝の謝と書きますね。最後の言葉はすみませんでした、申し訳ございませんではなくて、最後はありがとうございますで終わりましょう。それは自分のために時間を取ってくれたこと、話を聞いてくれたこと、向き合ってくれたこと、それに対して感謝をします。人はね謝罪をされた後お互いになんだかもう違和感がね残ってしまいますよね。なんか気まずいとかね、なんかそこから遠ざかるとかいうふうになってしまっては元も子もありません。でもね、感謝されて嫌だという人は誰もいないはずですよ。私はね、会社のトップなので最高責任者です。最後に何らかの謝るシーンがあります。そうした時に謝罪をした後に必ずね、感謝の言葉を言います。本当によく言ってくださいました、言いにくかったでしょう、ごめんなさいね、そうしてね悩んだと思います、思いはずらせてしまって本当ごめんなさいね、でもね本当に言ってくれたこと感謝してます、これで会社として環境を整える体制ができます、本当感謝しかないわ、本当ありがとうございます、こんな感じで言います。そうすると相手は今まですごい顔がねこわばっていたのが一気に明るくね、いいとても笑顔をしていただくことが多いです。そう言っていただけるなんて思い切って言ってよかったです、こちらこそねよろしくお願いしますね、言ってよかったわ、こんな感じになりますよ。前よりももっと仲良くなる、もうすごいいいポイントで、上手に謝ることはよりよく生きる人の必須のテクニックと言えます。ちゃんと謝罪ができるようになると失敗を恐れなくなりますし、前向きになることができます。しっかり謝罪することが自分の環境を作ることにもなります。上手に謝ることでかえって人間性を認めてもらえるチャンスですからね。第三者を持ち出したり、他にね、転嫁したり、反省もなく自分を擁護する言い訳をしたりして、謝れない人を第三者が見ると小さな人間に見えるでしょう。人間性さえ疑われてしまうシーンにもなります。謝罪はね、先手必勝ですよ。時間とともに謝罪のタイミングがね、なくなってしまいますから。ちゃんと謝れるようになると、少しぐらいの失敗はね、簡単に許されるようになるのです。だから、面白いですね。とてもね、素敵な謝罪の仕方を人はね、目にしたときどう思うか考えてみましょうか。好感度が高く見えますね。信頼度が前よりも一層高くなるでしょう。そして素敵に見えますよね。友人が自然と多くなるでしょう。仕事の内容もね、もっと良くなるでしょう。周りから応援される人になるでしょう。生きやすくね、なりますね。では、謝罪の仕方のね、まとめです。謝罪は先手必勝ですよ。感情や抑揚をつけて言います。悪かったというイメージを出してくださいね。原因と結果、反省を伝えます。そして最後に感謝を述べる。他のことを持ち出してはいけません。自分を擁護する言い訳を言っては逆効果になります。言い訳をするときはね、それが終わってからでも十分間に合いますよ。しっかりまずは謝罪を終わらせることが大事です。今日の一言です。謝罪はより良い人生を歩む上で必須のテクニックです。どうぞ謝罪すべきシーンではしっかり謝罪をしてもらって人間関係を作っていってくださいね。それがご自分の過ごしやすい環境を作ることになります。チャンネル登録といいねボタン、コメント
での、応援をどうぞよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。